どうもこんにちは、レクミチャンネル戸田でございます。今回ですけども、皆さんからいただいた質問に一問一答でお答えをしていく質問箱のコーナーでございます。今日いただいた質問はですね、これもね、多分多くの方気になってると思います。最近もうオンラインばっかりですと、オンラインばっかりで、ウェブでグループディスカッションしたりとか、いうような機会が増えてきたと。そんな時にどうやってアピールしたらええのという話と、実際、その時に採点基準、要は人事の目線で何見とんのというご質問のこの2つをですね、いただきました。あのね、これは本当にね、でもやっぱ変わりました。僕も実はね、もうウェブグループディスカッション何本見てるかな、もう僕自身も、研究対象の一つなんで、何しろ企業さんからもね、正直ウェブになったけど、どないして見たらええねんというのをご質問いただきます。わかりました、わかりました、ほな一緒にやりましょうつってですね、いくつかそういう採点基準みたいなの作ってお納めしてたりとかします。なのでもちろん言える言えないはありますけど、ギリギリまで、はい、言いますから。あの元なんちゃらの人とかですね、答えれませんので、もう現役バリバリで使っている私から、私なんて初めて言うから、はい、お答えをしていきます。あんね、ウェブとリアルやっぱちゃうんすよ。でもね、ウェブだから見えるとこもあると。でまずどうやって PR するんですかっていうのは、これはリアルでも一緒の部分はあるんですけど、1個目はちゃんと手数出してっていう。あのね、画面上で、まあ要は Zoom でね、3つとか4つとか顔があるわけですよ。これね、黙っとったらただって絵が映ってるだけですから。でたまになんか動いたなと思ったらうなずいとるだけみたいな。これ申し訳ないですけど、何の評価もできません。多分ね、皆さんもそんなわけあるかいなと思ってるかもしれませんけど、ぶっちゃけ僕10時間ぐらい見たとしたら、まあ、10、見てるな、それ以上もっと10時間見てたとしたら、結構な割合で皆さん黙ってふん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 、あのアメリカのメジャーリーグ行った時にもらうあのバブルヘッドみたいになってますよ。はい、だから手数ちゃんと出そう。もう評価しようがありません。特にウェブは画面上に映ってるあなたとその声、この2つしか情報ありませんので、黙っとったら余計飽きません。はい、なんで手数出してくださいが1。もう1個はこれはね、ウェブになったからよう出てきます。これね、特に使われるのがインターンみたいに長時間のディスカッションの時は、皆さんズーム上で議論するだけじゃなくて、Google Docs とか、そのオンライン上でそのファイルをみんなで触ったりする機会とか出てきますやんか。こん時にね、PC リテラシー低いやつダメっすね。お前 G もちゃんと打てへんのかみたいな。はい、皆さんがやっぱビジネスですから。で、Docs でも Excel でも何でもいいんですよ。要はあれ使える使われへんで、お前20いくつなんて何しとんねんと。いうのは見てるこっちは正直見る気なかったです。面接とかそのやる前で。でもこんなバレバレなんねやったらこいつあかんわっていうのは、正直いくらええこと言ってても口だけやんこいつってなります。なんで PC リテラシーバレバレ、ほんまにバレバレです。手書きやないんで。でももうこれはね、仕事と直結してるから、ある意味職能評価ポイントですよね。これね、もう皆さんが見る側やったとしてもそう思います。文字打つのバリ遅い人とか一緒に働きたくないでしょ。そんぐらいできて当たり前ってみんな思ってますから。はい、な感じなんで、これ2つ目。3つ目はこのね、 Zoom の中、要は1つの画面の中で話していると、明確にこの話題のリーダーが誰なのかが分かります。めっちゃよく分かります。僕ね、それこそ移動中にディスカッション聞きながらそれに対してフィードバックするとかっていうことを、やったりします。これ学生さんもそうやし、企業さんの若い方の研修なんかもしたりします。で、間途中抜けたりとかするじゃないですか。1時間僕ミーティング抜けてるとかで戻ってくる。ほんならね、何が分かんのっていうと、リアルじゃないから会話のキャッチボールの時に明らかに A さん B さん、画面に世に映っとったとするじゃないですか。なら、この人が喋ったらこの人が MC みたいになってて、ここに帰ってきて、でこれがまた振ると、これが答えてまたここに帰ってきて、明らかにそのチームの中での論理を誰がリードしているのか、でそのリードの腰や骨格を誰が作っているのかっていうのがリアル以上にバレバレです。皆さん自身もリーダーを意識した会話をしないとチームとしての議論が成り立たないからですね。要はこれね、なんちゃら役とか誰も言わないんですよ。じゃあ僕議長やりますねみたいな、やらない。まあそのうちね、誰かがなんかなんちゃらティップスとかでなんか言い出しかもしれませんけど、まあ、そんなもん無視してですね、はい、バレバレです。誰が議を
そのディスカッションの力が高いとか、これね皆さんも気づいてると思います。うちの班のエースこいつやなって皆さんもやってて気づいてるはずです。これはね非常によくわかります。極論最後の10分見るだけでわかる気もしてきましたが、僕はあの選考中が非常に神聖なもんだと思ってますので、ええ加減なスクリーニング中は僕は認めませんというか、個人的には大反対なんで、しっかり向き合おうぜってことを企業さんにも言ってるし、僕たちが関わらせていただくときは基本的にええ加減なやつはやりませんので、3つ申し上げましたけども、ぜひ皆さんそのあたり気をつけていただいたらいいなと思います。そういう新時代に合わせたものを企業側はスクリーニングのこういうレーティングスケールみたいなのありますけれどもにつけとるというふうに思っていただいたらいいんじゃないかなと思っております。はい、というところでですね、今年もね本当にまあオンライン元年ということで、まあ、下向いてても仕方ありませんから、ぜひ22の皆さんはこの中で予選会が行われるということを前提に、ぜひあのこの一問一答をご参照いただきながらですね、おもろがっていただいたらいいかなと思います。質問もどしどし募集中でございますので、このコメント欄入れていただいたら、その場で答えれるもんは答えるし、これは質問箱行きいいやつやなと思えば、うちのスタッフが、選択してくれると思いますので、皆さん高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。お疲れ様です。